はい、どうも、鳥さんです。本日はですね、何も言わずにこれを食べてみたいと思います。はい、ということでお湯を入れてもうすぐ5分経ちますので、じゃあ、ね、初めてなんで食べるのこれね。ちょっと、ご開帳でございます。でこんな感じ。スープご飯、いわゆるね、スーラータンということで、これ全部取っちゃっていいですかね。よいしょ。で、ここにおしゃラー油、仕上げのおしゃラー油というのがねついてまして、スーラータンね、酸っぱい辛いみたいな感じで、やっぱり辛めがいいのでラー油はたっぷり入れたいので、どうしましょう。まずはこの、でも別に後から入れてねみたいなことにはなってないんですけど、スープなご飯でございますね。まあまずね、このまま一回いってみますかね。めっちゃ熱そうですね。スーラータン久しぶり。あ、美味しいですね。あ、でもね、優しいな。お酢もそこまで酸味きつくはないので、ちょっと苦手な人でも多分食べやすいと思います。そうだ、現状はね、割と優しい感じになってますね。じゃあここに仕上げのおしゃラー油、本格感がレベチだよって書いてありますからね、相当味変わるんでしょうね。これをもって完成ですから、入れないことにはね。ラー油大好きですね。結構入ります。結構ありますよ。これで全部かな。よいしょ。ほら見て、結構量あるでしょ、ラー油。さあこれを、いいですね、赤くなりましたね。これは辛くなるのかな。ちょっといただきますね、完成形をね。何気にキクラゲとか入ってますね。あ、すごい香りが変わりました。やっぱりそのラーの油ですか、このね、ラーの油のコクというんですかね、独特の香り、ちょっとね、ごま油みたいな香りもするんですけど、いいですね。あ、美味しい。確かに仕上げのおしゃラー油でございますね。でもね、見た目がすごい、ほら赤かったでしょ、ラー油。でもそんなにね、辛くないですよ。そこまで辛すぎないですね。なんかちょっとピリッとはしますけど、なんつうのかな、コク、今ごま油とかのコクみたいな、そういう方がね立ちますね。だから最初のこれを入れない状態だと柔らかい酸味が前面に来るんですけど、これを入れるとね、結構別の食べ物になりますね。あ、でもよく混ぜたらまた変わってきたよ。あ、酸味。で、最後にちょっと酸味が来て、コクが来て、最後にちょっとピリッと。でも、これ、あれですね。辛いの苦手でもね、多分全然いけますね。食べやすい。非常に食べやすいと思います。美味しいな、ポカポカになってきたね。なんかこれ食べてるとね、声も変わりそうですね。なんかね、品のある声が出そうです。うまい。
美味しいですね。うん、とても温かい。皆さんもよかったら食べてみたらどうですか？こんな声が出るようになるかもしれませんね。嘘です。ではまたお会いいたしましょう。さようなら。